見覚えのない人がいる。だからあのピーパーの人、施設のピーパーのこうフィールドで。なぜに、なぜに。もうなめプレーで、なめプレーで。四連勝。ウェイ。はい、ピピピピピピピ。フリーキック、フリーキック。壁壁壁壁壁だが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 仲間からシミュレーション発言が出るし北村が指示出さないと北村が指示出さないと北村が指示出さないと人の心を忘れる。いや弾丸だ弾丸いつだいつだやっちまえよ弾丸弾丸やっちゃえやっちゃえおいおいあー惜しい。なんか先週より熱い試合になってるよなんか。出る出る。出る先週はちょっとあの心折られた感がありましたね。折られたな。だってうちら前半折り返したらどうしよう。後半全部勝ったら1位がどうかも分かんない。ここ行こう。おい。おい。やもやも。でも0勝で折り返して。よしよしって思ってたのは俺だけですかね。まだなんとかなって上出来上出来って思っちゃってました。勝ち点で言えばトップが4だったから1個しかないんじゃないからね。そうなるんですね。だからやっぱりあれで全てやってますよね。あのスピーチ戦 で2回目のネイル戦でも1失点だけだったんですよね。あのマルセイユ、ね、あマルセイユマルセイユマルセイユあれがあのしかもあの一戦で2位が決まったっていう。トミ君ロケットスライディングだ今5メーターぐらい。やった
やーどうたさん左左左左おおおおいいねすげえ手面がいいよねなんか南米系のちっちゃいキーパーみたいな、うん、カンポカンポいや絵面は大事だようわあんな取れあんな取れるわけねすげえあれでセンちゃんもあれやるしかないの肩口肩口キーパーの肩口もいやーごめんなさい。加藤さん、ちょっと変わってもらっていいですか。島の連勝ついに止まる。終わりです。